斉藤和美&スザンヌ夫妻が危ない不可解な DV 説離婚説急浮上の訳斉藤ウーマン2013年7月3日斉藤和美&スザンヌ夫妻が危ない不可解な DV 説離婚説急浮上の訳2011年に結婚した福岡ソフトバンクホークスコーチ斉藤和美とスザンヌ夫妻に業界内で離婚説が浮上しているという6月中旬頃からスザンヌが離婚するのではという情報が各所に流れました。所属事務所が発表の時期を調整中、原因は夫の DV といったもので、毎度賞や週刊誌の関係者も裏取りに走っていたようです。しかし、いつまで経ってもこの一件が報道される気配は一切ありません。スポーツ指揮者、スザンヌは11年12月、かねてから交際していた斉藤と入籍。しかし斉藤はバツイチで、結婚当時から前妻との離婚をめぐる確執が報じられてきた。おバカタレントとしてブレイクした頃に比べると、近年スザンヌの露出は極端に減り、また斉藤も今期限りでコーチを解任されるのではと噂されています。斉藤の解任をめどに離婚確定かと思い、まずは斉藤の周辺を調べてみたんですが、夫婦仲は本当に良い、スザンヌのブログには斉藤がよく登場しているなど、不仲を感じさせる証拠は全く出てこなかった。しかし一方で、スザンヌに近い一部の関係者は、やはり離婚は確実のようだと声を潜めるんです。どう、一体、二人の間に何が起こっているのだろうか。広告代理店関係者が明かす。先月、元サッカー選手奥田祐介と女優佐伯ひな子の DV 事件が話題になった際、スザンヌの離婚説が一気に浮上しました。奥と佐伯夫妻と同様に、斉藤もスザンヌに暴力を振るっているのではと話す関係者もいましたね。しかしこのタイミングの情報流出は、何者かによって操作されたものだった。つまりスザンヌのバックにいる芸能界の重鎮 X 氏が意図的にその離婚説をリークしているということなんです。タレントの関係者が主導となって、関係者がメディアにねじ曲がった情報をリークする違和感は信じがたい話だが、芸能界ではなきにしもあらず、と前述の広告代理店関係者は語る。特にこの X 氏は、金銭や女性関係などに問題ありで、芸能界でもブラックな存在として知られる人物。こうした情報操作もお手の物ですが、スザンヌが斉藤と結婚生活を続けていても、金を生み出さないと判断したのでしょうか。過去にも芸能界では、ずっと離婚の噂が報じられ続け、本当に破局や離婚を迎えてしまったケースも存在する。斉藤、スザンヌ夫婦は、そんな芸能界のいざこざに巻き込まれてしまったというわけです。果たしてスザンヌは、このまま結婚生活を続けるのか、それとも離婚してしまうのか、今後の動向に注目していきたい。世の中そんな甘くないよ。斉藤和美スザンヌ夫婦揃って収入の危機、斉藤和美スザンヌ夫婦揃って収入の危機、タレントのスザンヌさんが、将来夫婦揃って食い詰める可能性があるため、料理に収入の活路を見出そうとしているようですよ。スザンヌさん、26のレシピ本、スザンヌの花嫁料理指導発売を記念して、母親のキャサリンと一日料理教室を開きました。11年12月にソフトバンクの斉藤和美さん組リハビリコーチ、35と結婚、夫が現役復帰も視野に入れているとあって、料理を作る様子は肝っ玉母さんさながらとのこと、激しい女遊びの末、妊娠中の元妻に中絶と離婚を要求、所属するソフトバンクでは、リハビリコーチという肩書きはありながら、特に仕事があるわけでもなく、高級をもらい、元妻と子供には慰謝料1円たりとも払わない、冷血な斉藤和美さんと結婚したスザンヌさん、一人で身を食べるので、中にくらいの子供がいるお母さんの気持ちはわかります。最初は煮込みハンバーグを作ったら、煮込みすぎて元のひき肉の状態になったと失敗談も明かしました。子供については欲しいです。いつでもって感じ。すっぽんみたいなのを食べさせようかなとにあり、隣にいたキャサリンも直接言うとプレッシャーになるから、遠慮しがちに言ってます。卵の誕生を期待している様子。とはいえ、スザンヌさんのレギュラーは福岡ローカルを入れても2本。斉藤さんは年俸1500万円ですが、コーチの肩書きはすでに3年目。現役復帰のめどが立たなければ、連邦やクビの可能性も出てきました。評判が凄まじく悪く、将来のめどが立たない旦那を抱え、スザンヌさんも頼みの島田紳助さん引退以降、仕事の激減なんとか料理活動を生かしながら芸能界での需要を作り出そうともないているようです。引用元コロン現代ネット安藤美希ソチゴリンはご褒美目指す報道規定オリコン2013年7月3日安藤美希ソチゴリンはご褒美目指す報道規定4月に第一子を出産していたフィギュアスケート元世界女王安藤美希25が2日付の自身の公式 Facebook で一部で報じられているソチゴリンを目指すといった報道を否定している。出産後の会見では国内9ヶ月ぶりスケート披露に意気込み安藤側は同サイトでたくさんの激励の言葉ありがとうございますと感謝を綴るも報道も多数で驚くほどですが一点気になることがありますと切り出しソチゴリンを目指すという言葉が一人歩きしていると忠告。ことの真相について一部報道ではママになってソチゴリンを目指すと公言とありますがそのような発言をした事実はありませんと完全否定し安藤にとってオリンピックは頑張った結果のご褒美です目標ではなく結果ですと説明している。さらに現状について今は一歩一歩目の前の競技に集中するのにといいもしも結果が伴わなくてもいつかあの時ママは頑張ったんだよと胸を張って言えるシーズンにしたいただそれだけなのですと紹介している。新曲発売日で事務所のタイミングが分かった赤西陣リアルライブ2013年7月3日新曲発売日で事務所のタイミングが分かった赤西陣昨年2月に女優の黒木メイサとのできちゃった結婚発表の所属するジャニーズ事務所からのペナルティーとして芸能活動を休止させられていた赤西陣だが新曲ヘイゴアッツアップを8月7日に発売し1年5ヶ月ぶりに芸能活動を再開することが先ほど発表された一時期は全米進出を狙い英語詞の曲ばかりだったが今回は日本語詞の楽曲新曲は初回限定版3種と通常版の4種類が発売され限定版はそれぞれの特典が違うので多くのファンは4種類購入することになりそうなだけにそれなりの売り上げになりそう括弧音楽関係者となると新曲が音楽チャートオリコンのシングルランキングで1位となる可能性が高かったはずだが同日発売されるのが5年ぶりの活動再開となるサザンオールスターズの新曲ピースとハイライト同曲の発売3日後の10日からはライスタジアムツアーがスタートするとあってファンがこぞって購入することは必至だ芸能プロの中でもジャニーズ事務所は特にオリコン1位にこだわり大半の人気アーティストはデビュー以来新曲が連続でオリコン1位を獲得しているそうなっているのも他のアーティストの新曲の発売日を徹底的にリサーチして被らないように調整する赤西の場合以前はジャニー北川社長が調和していたので活動再開の新曲ともなればオリコン1位を狙わないはずがなかったところがサザンと同日の新曲発売となってしまっただけに現在の事務所内での赤西に対するそれほど手厚くない待遇が浮き彫りになった芸能記者新曲発売後はどんな仕事をするかが気になるところだ20年前からヤバかったローラの父やリアルライブ2013年7月2日20年前からヤバかったローラの父や国民健康保険の海外医療費制度を悪用したとして詐欺の疑いで父親でバングラデシュ国籍のジュリップ ASAR 容疑者が ICPO 国際刑事警察機構を通じて国際手配されているタレントのローラが2日火曜レギュラーを務める藤井笑っていいとも生出演したローラは冒頭のレギュラー紹介で隣に並んだバナナマン三浦に花を寄せていい香水の香りがするなどと言って盛り上げ共にレギュラーを務めるスマップの中居正広からローラ元気と振られると元気と普段と変わらないハイテンションで対応番組内では終始他の出演者がローラをいたわる雰囲気だったローラは1日2名には公式ブログを更新し父には日本に来てしっかり本当のことを話してもらいたいと思っていますと自身を呼びかけたがローラのジュリップ容疑者は確信犯だった可能性が高いようだ発売中の写真誌フラッシュ公文社によるとローラの所属事務所スタッフにはローラのお父さんには気をつけてくださいと達しが出ておりローラはよくジュリップ容疑者に送金していたというしかしジュリップ容疑者はローラが幼かった20年くらい前から今回と同じようなことも含めいろいろなことをしてお金を得ておりバングラデシュコミュニティにそれなりの恩恵をもたらしてきたようでコミュニティの中にはジュリップ容疑者を救世主と呼んで尊敬する人が多いというのだ同国と日本の間には犯人引き渡し条約がなく現地の警察が協力するかは未明テレビ各局などは現地に取材スタッフを派遣しているようだがすでに現地でも行方知れずジュリップ容疑者に自首する気はなさそうだ芸能記者テレビでは笑顔でもこのままだとローラの心が晴れることはなさそうだ真中のミクラカナ交際8年記念日に披露宴最高の1日オリコン2013年7月2日真中のミクラカナ交際8年記念日に披露宴最高の1日深野タレント真中の妹で昨年末に1歳年上の一般男性と結婚した女優のミクラカナ27 6月30日に今日の神戸の式場で披露宴を行った2日自身の公式ブログで報告したドレス写真も公開ミクラカナブログでハワイ挙式報告本当に幸せ5月23日にハワイオアフ島で挙式していたカナは実はこの6月30日は交際8年記念日ということもあり大学時代から縁の深かった神戸でたくさんの皆さんに見守っていただき最高の披露宴になりましたと記念すべき日になったことを感謝挙式は家族のみだったが披露宴は親戚や友人仕事関係者を集めて盛大に開かれたようで普段交わることのない大阪や東京さらに名古屋や島根の仲間や先輩が一つの場所に集まって同じ時間を過ごすのは不審でとても感慨深いもの
ことがありました。と喜んでいる。二人の晴れ舞台を祝そうと、姉の松永が仕掛け人となって様々なサプライズを展開したといい、もうスタートから涙涙でした。ウェディング姿や着物姿の写真も掲載し、とにかく楽しくて幸せで、最高の一日でした。感謝の気持ちでいっぱいです。と綴っている。妻夫木聡、一人旅によく日本のどこかに行きたい。オリコン2013年7月2日、妻夫木聡、一人旅によく日本のどこかに行きたい。俳優の妻夫木聡が2日、都内で行われたシャノン一眼レフカメラ様子 70D 新製品発表会に同社のコミュニケーションパートナーとして出席した。同商品のキャッチコピー、一番新世界にちなみ、妻夫木は挑戦したい新世界を一人旅と発表。一人旅をほとんどしたことがないといい、もうそろそろしてみたい。家族で行くのもいいけど、同じ景色を一人で見たときどう感じるのかを確かめてみたいと意欲を示した。場所については日本のどこかに行きたいと明かし、東北系は行ったことがないから、東京より上に行ってみたいですね。と笑顔を見せていた。妻夫木は同社の CM 撮影を通じて出会った写真家、上田義彦氏と個展を開くほどカメラに熱中。発表会の中には新 CM の撮影が行われたスコットランドで自身が撮影した写真を披露し、自分の見ている世界観を自分職に染めることができるのが素晴らしい。心に近づけて夢の世界に連れて行ける相棒と熱弁。司会のクリス・ペプラーから役者さんから写真家さんになってますねと感心されると、いやいやそんなこと解ける笑いを浮かべていた。岡本夏樹、太り住んでオリコン入らず、急遽キャリー風衣賞で登場。オリコン2013年7月2日、岡本夏樹、太り住んでオリコン入らず、急遽キャリー風衣賞で登場。タレントの岡本夏樹、杉本さんが2日、都内で行われたプリンスディスコ2013人様記者発表会に出席した。杉本がセクシーな表柄のタイトなドレスを披露したのに対し、岡本は露出度の少ないキャリーパミパミをイメージした奇抜なドレスで登場。ボディコンを着なかった理由について、3ヶ月ほど30歩から撤退しているうちにブクブク太った隣駅、ボディコンがパツパツで急遽衣装を変えたと明かし、会場を表せた。結果的に現代風の衣装となったが、頭にミラーボールを乗せたほか、手には羽根付きセンスを持ち、バブル期の要素も注入。岡本は私はオカマになったけど、再三は女を貫いた、と抜群のプロポーションも絶賛し、私はレースクイーン時代から10キロ太った、お腹が見せられるほどじゃない。今の私には自覚しか残っていないと開き直って、センスは老いでいた。さらに、輝いた80年代当時を振り返り、男たちが気前よかった、財布の紐が緩かった、一日千年あれば遊べたと懐かしみ、今じゃ、そんな人見たことないわ、あの人たちはどこへ、死んじまったのかい、10日も飛ぶ節を炸裂させていた、野上麻穂がいい子女児を出産、おっと、水上も喜びのコメント、オリコン2013年7月2日、野上麻穂がいい子女児を出産、おっと、水上も喜びのコメント、昨年末に俳優、水上健吾氏、かっこ29と結婚したという野上麻穂、かっこ33が6月29日、都内の病院で第一子となる女児を出産した、母子ともに健康、2日、野上の所属事務所が発表した、野上麻穂、おめでた婚発表の発行の場、第一子は6月に生まれます、野上は大きな声でよく泣くとても元気な女の子です。心寸曇りのない瞳で見つめられるたび、その小さな命の尊さに言葉では言い表せないほどの感動と幸せを感じています、と母親になった喜びを語り、彼女からたくさんのことを教わりながら、家族3人で絆を深めていきたいと思います、と結んでいる、野上は今後の女優業を続けていく、夫の水上も所属事務所を通じて、父親として家族を守り、幸せな家庭が築けるよう、これからも精進していきたいと思います、とコメントを寄せた、関ジャニエイト、全員で夏の恵方巻き堪能、錦鯉丸山の節分の思い出語る、オリコン2013年7月2日、関ジャニエイト、全員で夏の恵方巻き堪能、錦鯉丸山の節分の思い出語る、人気グループ関ジャニエイトが2日、都内で行われたセブンイレブンジャパン、夏の恵方巻きプレス発表会に出席した、錦鯉は毎年冬に家族揃って恵方巻きを食べるといい、誰が早く食べ終わるか競争していましたと思い出を語り、丸山貴平もうちの父と母が食べるのが早い、だから食べ終わっていないのに喋らせようとちょっかいしてくる、お金で笑うことになりましたねと笑顔を見せた、毎年夏の節分に恵方巻きを食べる習慣は定着しているが、本来節分は季節を分けることに由来した言葉であり、年4回期間がある、そうとは知らなかった関ジャニメンバーはこの日用意された夏の恵方巻きを夢中で堪能、完食した丸山はお願い事したから夢が叶うとはしゃぎ、夢の内容についてセブンイレブンさんが1万6000店舗達成できますようにと明かすと、同社取締役の笑顔で拍手、軌道 PR する丸山に、横山は僕だったら2万店舗って言いますけどね、と便乗し笑わせていた、関ジャニエイトが出演する同社新 CM T シャツ天和よ火曜日放映スタート、広末涼子の元彼直樹、血落ちた青春派長澤まさみの黒の男事情、再造ウーマン2013年7月2日、広末涼子の元彼直樹、血落ちた青春派長澤まさみの黒の男事情、交際中の伊勢谷友介との同性開始が中間文春、かっこ文藝春秋に報じられたばかりの長澤まさみだが、さらに同志最新号によって広末涼子のお下がり好き説が決定付けられてしまった、記事は6月27日に発売された、いびつな絆関東連合の真実、かっこ宝島社を PR するものだったが、著者である工藤明義のインタビュー内で長澤が広末の元であるモデル岡田貴博と交際していたことが明らかになった、記事によると岡田は関東連合の関係者から借金もしており、その工藤も長澤に頼み込んでいたという、岡田は関係者から長澤に返済してもらえ脅され、長澤も一度はこれを了承したものの、周囲の反対にあって結局は断ることになったとインタビューに記されていました、この記事が出た後、かつて長澤と岡田が交際していたことを隠したい所属事務所が新恋人である伊勢谷友介との交際についてマスコミにリークしたという噂も浮上しました、中間指揮者伊勢谷といえば現在こそ人気俳優に成長したものの、かつての代名詞は広末の彼氏、岡田との関係が発覚した長澤は広末の元彼2人と付き合っていることになる、これだけでも長澤にとってイメージダウンに繋がりそうだが、現在の交際相手である伊勢谷にも悪い噂が絶えない、もともと伊勢谷の DVD 枠は関係者の間でずっと囁かれており、長澤との交際発覚時にも一部週刊誌で報じられました、しかし伊勢谷元人が事務所の火消しに奔走したのか CM を降板するほどの嘆きにはならなかった、しかし関東連合絡みで長澤が取り上げられてしまい、またもこのカップルにダークなイメージがついてしまったのは確かです、芸能プロ関係者、かつては青春派女優として人気を集めた長澤だったが、こうしたネガティブな報道が相次いでいるのはなぜなのだろう、所属事務所がずっと純粋培養を続けたことが全ての原因でしょう、周囲の大人たちが過去に青春派を期待してしまったため、本人の意思が全く表面化せず、それが交際関係などプライベートに悪影響を及ぼしてしまった、かつての広末と全く同じパターンですよ、かっこどう、しかし様々なバッシングなどを浴びながらも広末は現在も第一線で活躍している、広末は最終的に浮世離れした印象の強い芸術家ジャンドレジュンにたどり着いたわけだが、果たして長澤の今後はダイヤモンドユカユタより揺れている育児本、現代ネット2013年7月2日、ダイヤモンドユカユタより揺れている育児本、熾烈生まれ戦争が繰り広げられる中、パパバンの旧戦法、かっこ戦法といえばロック歌手のダイヤモンドユカユ、かっこ51である、10年に不妊治療の末に長女が、翌年には双子の男児も誕生、鶴野武史、かっこ38、土方弘之、かっこ40、杉浦太陽、かっこ32、劇団ひとり、かっこ36、育児ネタを売りに活躍の場を広げる面々の中で最年長者ながら、テレビやラジオで50歳の大台を超えての奮闘ぶりを披露、レギュラー3本のほか、今週は2本のバラエティ番組に出演予定、子育てサイトでコラムを連載したり、子育てをテーマにした講演会も行うなど、育児タレントとして引っ張りだこなのだ、そしてこの度、エッセイ本、いくや、かっこ講談社を上司、双子のテーマの子育て本がない、ボーイズに目も授かって、全国の育児に大変な人たちに活を入れようと、30日、発売記念イベントに登場し、思いの丈を語った愉快、他にも3児の育児に疲弊する妻が円形脱毛症になったというエピソードを明かし、ほい、かっこパートオブ育児だねと愉快語録を折りまで明るく語っていた、同著は一昨年、自身の武将師匠を告白し、不妊治療の経過や葛藤を綴った種なし、覗く編、前作は現在3冊で定期的に売れている、かっこ版元担当者というから、新作も期待される、今やロックな、いくやな本業のようで、小雪がいつの間にか嫌われランキング常連になったわけ、メンズサイズを2013年4月27日、小雪がいつの間にか嫌われランキング常連になったわけ、今年1月に韓国で第2子となる女の子を出産し、先月仕事復帰を果たした女優の小雪、かっこ36、夫で俳優の松山健一、かっこ28との夫婦仲も良く、仕事の家庭も順調という理想的な女性像といえる、さぞ憧れている女性は多いだろうと思いきや、なぜか近年は私の嫌いなゼロランキングで上位に入ることが増えている、発売中の中間文春、かっこ文藝春秋な女性読者を対象に実施したアンケート企画、女が嫌いな女2013でも小雪はダーキコ、かっこ1、谷涼子、かっこ2、久本雅美、かっこ3に次4位にランクイン、常連の泉ピン子、かっこ5位浅輪ジュリエリカ、かっこ6位、なお抑えての堂々の嫌われぶりを見せつけた、
小雪は同志が2月に実施した好きな女優嫌いな女優アンケートでも嫌いな女優部門で3位に入っている。他のアンケート企画でもアンケート氏が嫌われるよう発揮している小雪だが、彼女がそこまで嫌われる理由は何なのだろうか。小雪が嫌いな芸能ランキングで上位に入るようになったのは、昨年5月の金環日食騒動がきっかけ。日食の前日に開催された映画のイベントでもう見ましたと言い出し、世間の緊縮を買いました。あの出来事でその場の空気で簡単ニュースがつける女、何もかも作り元という印象が強くなった。かっこ中間指揮者イメージ悪化に危機感を抱いたのか、その後小雪は急に庶民派をアピール。昨年9月に雑誌のインタビューで、長男を預けるために3つの公立保育園に申し込み、いわゆる待機児童として諦めるのを待っている状態だと明かした。幼稚園ではなく保育園に申し込んだ理由として小雪は子供はごく普通に育てたいし、自分自身も普通のお母さんでありたいと説明。だが、一般的な家庭が認可保育園を希望するのは保育料の安さによるところが大きく、小雪のようなセレブが希望するのはまれ、女性層からはセレブな一般家庭の入園枠を奪わなくても素直に幼稚園に行かせればいいのに、まだまだセレブな庶民の暮らしを体験しますというアピールがうざいなどといった批判が巻き起こった。韓国での出産でトラブルを起こしたことも嫌われたビオマス要因になった。小雪は産後ケアが充実している韓国の産後調理院という施設に入って出産を予定していたが、出産直前に入院費を払わずに勝手に転院、施設側は小雪のスタッフが無断で施設内に立ち入ったと施設方針入で告訴する事態にまで発展した。施設側は有名女優である小雪のために最高級の部屋を用意していた。ところが小雪は自分は芸能人だからとさらなる特別待遇を要求。施設側は料金の割引もしくは無料にしろという意味だと理解し、それはできないと突っぱねた。その日の深夜、小雪はチムジルバン低温サウナ施設を見に行ってきますと言い残し、別の施設に4名同然で転院してトラブルになったようです。ハリウッド進出を果たした国際派女優としてはあまりにもせこい。全道この騒動では小雪が韓国での出産に異常なほど意欲的だったことから、ステルスマーケティングステマ疑惑の噴出、韓国の業者から宣伝費を受け取っているのではないかとの噂もまことしやかに流れた。また韓国の産後調理員をベタ褒めしたため日本の産婦人科を馬鹿にしているのかなどといった批判も相次ぎ、ネットは炎上状態に。金環日食騒動や待機児童発言で落ちたイメージがさらにダウンすることになってしまった。おまけに業界内でも下っ端スタッフへの態度が存在すぎる。ヘビースモーカーで撮影中に小雪のタバコ待ちがある気に入らないスタッフを睨みつけるなどなど悪評がちらほら。休日は毛玉だらけの洋服にすっぴんで出歩くなど飾らない人柄ではあるようだが、高嶺の花の女優というイメージとは正反対だ。態度や言動に作られた感がありながらも意外と安易にボロを出してしまう小雪。彼女が嫌われているのは芸能人への嫉妬というだけでなく、本人が事務所のイメージ戦略にも大いに問題があるようだ。文イコール佐藤優馬スラッシュイエローティアドロップス。川越達也テレビではわからなかったゴーマンスナオ。朝ゲープラス2013年7月2日。川越達也テレビではわからなかったゴーマンスナオ。人を年収で判断してはいけないと思いますが、年収300万円、400万円の人が高級店に行って批判を書き込むこともあると思うんです。客を所得で差別する発言で叩かれまくった川越達也シェフ。40。テレビではわからなかったゴーマンスナオとは、お肉がバッサバサ、スープの味がしない、パスタなのに焼きそばみたい、グルメバラエティ番組での高飛車コメントから人気に火がついた川越シェフ。ことの発端はウェブ雑誌サイゾーのインタビュー記事、インターネットのグルメ評価サイト食べログ利用者からの辛口コメントについて意見を求められ、冒頭のような発言をしたことだった。たちまちネット掲示板には批判が噴出。貧乏人は店に来るなということか。客を見下した発言にも程がある。記事では水代も800円だったことを客に批判されたことを明かし、当たり前だよ、いい水で知ってるんだもんとまで言い放っていたが、本人もやりすぎたと思ったか。猿6月17日にワイドショーに出演、僕が生意気でしたと謝罪するに至った。川越シェフ内前経営していたレストランスタッフが明かす。彼は金の匂いを嗅ぎ分けるのが上手で、お金持っていそうな女性客には川越スマイルの愛想を振りまいていました。本人はよく料理の腕よりも接客が大事だと言っていて、店のスタッフもイケメンばかり働かせていました。テレビ番組制作スタッフも好意に一致する。その昔 TV チャンピオンに出演して惨敗した残念なキャリアもありましたが、一言で言えばデシャバリでしかもナルシスト。川越シェフのおすすめレシピみたいな企画だったんですが、確かに公爵は達者だったんですが、自分で料理を作らないのにはびっくりしました。むしろ画面映りを気にしてのお芝居の方を気にかけていた。その後ブログでも年収300万円、発言は一般的なお客様を表現したものだと説明し、弁解に徹しているが、芸能評論家の体は誠しな川越シェフに要求を据える。番組内での上から目線はバラエティの演出だとしても、利用客の一般庶民を差別するのはシャレにならない。テレビで謝罪して味噌気にしようと思ったのでしょうが、貧乏人も蔑視するイメージは簡単には消えませんよ。しばらくテレビは自粛し、地道に店に出て被災地支援の活動でも続けないといけないと思いますよ。もうテレビで庶民飯をドヤ顔で批評するのはやめた方が良さそうだな。